地湾族苗族構成地湾族自治区は、中華人民共和国南部の自治区。中国最大の少数民族地湾族の原住地。隣の関東省と合わせて、両校とも称する。主府は、南寧市。西は、雲南省。北は、貴州省。湖南省。東は、関東省と接し、南は、東近湾に面する。南西は、 ベトナムと国境を接する。北部には東西に南霊山脈が走り、湖南省との境をなす。玉江の流域が区の内陸部の多くを占める。亜熱帯性気候で2期作、3期作が可能である。著名な観光地景林が東北部に所在する。厚生地湾族自治区は、約5万年前の旧石器時代は、流行人。 白連同人の活動地域であった。詩書の中では古くは百越あるいは百越の名称で登場し、ジュアン族は古代の百越の西王及び古史主系の末裔であると考えられ、後世に最も古くから居住していた民族である。全221年中国統一を達成した新朝は後世に慶林軍及び南海軍。 造群を設置している。壮大になると江南道路及び江南西路が設置され、現在の江西全域及び雷州半島及び海南島を管轄した。元松になると江西行中書省が設置され、ここで江西の名称が使用されて以降中華人民、共和国初期に至るまで江西省の名称が使用された。 中華民国時代は新滑落系軍閥の勢力下に置かれていた。1949年12月11日、中国共産党により侵攻されている。1958年3月5日、厚生地湾族自治区に改変された。各地の相続の割合行政区域は14の地球市からなる。公立私立関東省の製造部門公衆市から、 高速道路で数時間大型公安を複数保有する、沿海地域ベトナムに隣接伝統的な棚田ほど比、風評自治区主婦難年サトウキビ、総産県、漢方薬剤、松屋に、サトウキビから作る砂糖は、全国の60%のシェア発電、機械工業、アルミニウム、製紙、夜勤、建材、食品加工自治区政府は、 自動車部品産業振興に重点を置き、流州に部品生産基地を開発中。厚生統計年間によると、香港企業による投資が一番多い。日系企業、NEC、シチズンファインデバイス、大生化学、王子製紙、丸紅、荒川化学など。5カ所の空港、金州港、防城港、北海港があり、いずれも大型コンテナ船の乗り入れが可能。 鉄道があるため、貨物の積み下ろしも便利である。雲南省、貴州省、湖南省、関東省、ベトナムハノイに結ばれている。自治区南部の頼む省一にある遊戯関は、中国とベトナムとの主要な門戸となっている。自治区は、ベトナムと、長大な国境線で接しており、住民同士が、日常的に行き来している。 1979年の中越戦争勃発により、中国とベトナムの経済関係は断絶するものの1989年になって、ソ連の崩壊が始まると、中越関係は改善の兆しが見られ、国境での小規模な民間貿易が始まり、ソ連崩壊後の1992年、中越国交は完全に正常化した。ありがとうございます。